ご視聴ありがとうございます。すいません、外観を取り忘れました。ということで、いきなり展示になります。はい、ということで今回なんですが、魂ネーション2022に行ってきました。数年間オンライン開催になってしまってましたが、秋葉原に帰ってくるということで、今年はついにリアル開催してくださいました。ありがとうございます。はい、まあそんなわけで初日に行ってきました。いつもの感じで垂れ流しレポートやっていきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、で今回かなり大きな規模での開催でして、ベルサール秋葉原の1階と2階と地下で、そして魂ネーションズストア東京も含まれたんですが、あの魂ネーションズ東京の方はですね、多分物販メインですかね、まあ、ですので目新しい展示っていうわけでもなさそうだったので、今回メインのベルサールの方のみでご紹介させていただこうと思います。で、すいません、あの、まあ、いつも通り静止画になります。あの結構混んでまして、もうマジで動画とかは無理でした。ですので静止画かつで、取り漏れ、あとブレによる一部抜けがあるかと思いますので、もちろん全部は映りきらないのでご理解よろしくお願いします。はい、で、まあ、ちょうどイベントもですね、本日、11月の18、19でしたら、イベントまだ開催中ですからね、あのぜひお近くの方は会場にも足運んでみてください。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、で、このイベントですね、まあ、バンダイスピリッツさんのイベントになるんですが、まあ、基本的には稼働フィギュアとかですかね、フィギュア2、まあ、稼働しないゼロなんかもありますが、超合金ですとかロボット魂とか、メタルビルドで解体正気、あの解体正気すいません、めちゃくちゃ混んでたのでほぼ撮ってないです。ですので、あの解体初期サザビーとかは以前に展示されたものを別投稿してますので、よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、で、まあそんな感じでですね、あのもう本当お分かりかと思いますが、作品あのジャンルが違いまくってしまうので、今回ですね2回に分けさせていただこうと思います。まあ、といってもこの1回でも相当違うので、作品を知っている知っていない、まあ、好みかどうかっていうのがあると思うんですが、内容がですね、まず今映ってますガンダム関連ですね、あのメタコンのデスサイズヘルとかめちゃくちゃかっこよかったです。あとメタルビルドの GN アムズとかもすごかったですね。あとケンプファーのメタルビルドっていうのにはちょっとびっくりしちゃいました。まあ、シルエットのみだったので撮ってないんですけどね。はい、すいません、ガンダムの話はもういいとして、その次がですね、まあ超定番かと思いますが仮面ライダーですね。で、あと戦隊ヒーローとかもちょっとありまして、で、あとウルトラマンですね。まあ、そんな感じの内容でして、それが、イベント会場1階のフロアの内容になるんですね。で、その後に地下1階があの全部マクロスだったんですよ。なんかもう魂ネーションというよりマクロス展みたいな感じになってました。フィギュアだけじゃないんですよ。すごい見応えがあったのと、そこの部分尺も結構長いと思います。で、最後にですね、あの一瞬西川の兄貴 TM レボリューションが映って終わりっていう内容になってます。はい、で、大体12、3分くらいですかね。まあ、そんな感じで、あの結構作品バラバラな内容となってますので、お好きな作品だけでもですね、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、説明は以上となりますので、ぜひゆっくり見ていてください。
以上になります。今回は魂ネーション2022に行ってきたの、展示垂れ流し伊勢氏がレポートでした。で、今回第1弾になりますので、第2弾、ジャンプ系とかが多いですかね。そちらもぜひまた見に来てください。では今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。